こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、まあ、前回の動画でね、まあ、運がね良くなるには、まあ、成功者から学ぶっていう、そんなね感じで、まあ、自分がね上機嫌でいれば、まあ、いい人がね周りに集まってきて、それでねそういった人たちが、まあ、運をね運んできてくれる、いい運をね運んできてくれるっていう、そんなね話をしまして、まあね、そういった周りにねいい人が集まるためには、やっぱ自分がね上機嫌でいるっていうのがねすごく大事みたいな、そんな話をしまして、じゃあね上機嫌でいるためにはどうしたらいいかっていうことなんですが、まあ、またね自分が最近よく見ている桜庭つゆきさんのね、まあ、それね YouTube ではなくて別のね動画サイト、ちょっとね名前忘れてしまったんですけど、 V がつく、なんて読むのかな、たまたまね僕が所属しているコミュニティでね、まあそのねリンクをね貼ってくれた方がいらっしゃいまして、あーこの動画忘れてたなみたいな、そんなね感じでまた見直しまして、まあ、以前ね自分一度その話をねしたことあるんですけど、再度ねまあすごいねいいなーなんて、そんな風に思いまして、ちょっとねその話をしようかななんて思います。まあね結構ね、まあ、長い 2,30 分のね動画なんですけど、まあそのね上機嫌の部分だけねちょっと話そうかななんて思います。まあそれでね開運するにはみたいな、そんなね話なんですが、まあ上機嫌でねいるっていうのは、まあそのね自分が発する周波数っていうのがねこう周りにねこうその周波数に合った人がやっぱりね集まってきて、自分が不機嫌のね周波数をまあまき散らすと、まあ、周りにはね不機嫌な人が集まってくる。なので上機嫌でいれば、まあ、上機嫌な人がね集まってくるっていうことで、じゃあね上機嫌でいるためにはどうしたらいいかっていう、そんな話なんですが、まあ自分がね上機嫌を演出していて、まあ、自分がね上機嫌だっていうふうに思い込んでても、それを評価するのはねやっぱり周りの人で、周りの人にねこの言葉を言われだしたら、まあ、自分はね上機嫌でいるっていうね、まあ、その証明になるっていうの言葉が、まあ、なんて言われればいいかっていうと、仲いい子だったってね、まあ中でそういう風にね言われる、まあそういう風にね言われるっていうことはいつもとね違った感じっていう風にね思われて、まあ自分がね上機嫌でいられてるんだっていう、そんなね証明にもなりますので、まあ毎日ねそれ一人でいいからそういう風にねなんか言われるっていうのがね、まあすごくねこう大事っていうことで、なんかね話の中では21日間それを続ければ人生変わりますみたいな、そんなね話をしてたんですが、まあそれはね個人差もあって、今までねこう上機嫌っていうのは演出できてなくて、まあ、演出じゃなくても不機嫌だったりすることもあったと思いますので、なかなかねタイムラグっていうのがあって、まあ、昨日までね不機嫌だったけど今日上機嫌ですぐにね運が変わるっていうわけではないんで、まあ、これをね続けていくっていうことなんですが、その中でね、まあ、どうすればね上機嫌でいられるかっていうことで、桜庭さんはねすごくね、まあ、いろいろ研究した中で、まあ、日本のね童謡がすごくね、まあ、効果があるっていうことで、じゃあ日本の童謡の中でもどの歌がいいのかななんていうことで、いろんなね、まあ、歌をね研究したそうです。あ、これね最初に言わなかったんですけど、まあ鼻歌を歌ってる人っていうのはすごくね、まあ、上機嫌だなーなんて、そんな風にね感じますよね。それで一番ね、まあ、波動の高い歌っていうのがねモーツァルトの曲だそうで、まあ、モーツァルトで、ね、鼻歌で歌うって言ったらやっぱりね難易度が高いですよね。モーツァルトもね、シューベルトもバッハも、ベートーベンもね、どれがどれだか全く分かんないみたいな、そんなね感じなんで、まあ そんな中ね、まあ、日本の童謡で鼻歌を歌うといいっていうことにね気がついたそうで、それでね検証に検証を重ねた結果、何が一番良かったかって言ったら森のくまさんだそうです。森のくまさん、まあ僕もね、そのね動画を見て、その自分のでね話した時は、まあ、毎日ね森のくまさんをね鼻歌で歌っていて、本当にね、まあ、なんかねそれを鼻歌で歌うだけで、すごくね気持ちが上機嫌になる、まあ、ちょっとね一回歌ってみようかななんて思うんですけど、
こんな感じでね、常にねこう頭の中で脳内再生して、まあ、人がいない時にはね鼻歌歌いながらね作業してると本当にね、まあなんか作業がね、まあなんかね単調な作業でも楽しくなるなーなんて、そんなことをね思いました。それでまあね、例えばね上司にすごく怒られてる時とか、まあ、怒られた時とかちょっとねこう上機嫌でいられないなーなんて、まあ、自分はね、まあ、前の職場で結構ね納品業者にねちょっと怒られたりしたこともあったんで、その時はねちょっとねこう、まあ、表情はねこうやーっていうなんか苦いようなねこう怒られちゃったみたいなそんなね感じになっても、まあ、苦い顔しながらでね、それでもいいんで、まあ、その歌を歌ってればだん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 気持ちがね、まあ、そのねこう落ち込んだ気持ちがどんどん上がっていくんで、森のくまさん本当に鼻歌でいいななんてそんな風にね思いました。そして、まあ、鼻歌ね、を歌うとこうもっとね次の第二段階で、まあこのね行動をする人は誰が見てもねなんかねなんかいいことあったってね言いたくなるようなそんなね行動なんですけど、それが何かって言いましたら、まずはねスキップをする、まあ、森のくまさんをね歌いながらだとスキップってしやすいですよね。まあ子供の頃ね誰しもスキップやったことあると思うんですけど、森のくまさんを歌いながらねスキップすると本当にね周りから見て あの人ね何かいいことあったんだなって絶対ね思われますよね。まあいきなりね会社に行ってスキップしながら森のくまさん歌いながらおはようみたいなそんな感じで行ったらねちょっとねいつもと違って、まあなんかいいことあったっていうよりねなんかどうしたみたいなそんな感じでね聞かれちゃうかななんて思って、自分はねちょっとねやる勇気はなかったんですけど、でもね誰もいない時になんかね鼻歌を歌うと自然とねスキップが出てしまうなんてそんなこともねありましたので、本当にねまあそれをやると上機嫌になる、本当はねそれをねまあ人にこう見てもらってそれで、ね、なんかいい子だったなんてねそんな風にね言われればよかったんですけど、まあそこまでのねちょっと勇気がなかったのでそれはできなかったんですけど、まあ自分はね、まあ、笑顔をねまず注意して、それでね、まあ、いつも上機嫌でいるっていうことをね注意してたら本当にね、まあ、頼まれ事が多くなって、それで今回ね、まあ、4月6日からちょっとね別の部署に転勤になって、まあ自分としてはね、まあちょっとねいい、まあ、今までねこう地下で作業してたっていうものがあって、もう誰にもねこう接触しないで地下で、ね、黙々と仕事やってたっていうものがあったんですけど、まあ、今度はね表舞台、まあ、お客さんとね接客したりそんなこともねあるそんなね職場に異動になったっていうことは、まあ、多少ね高評価されたっていうのも、ね、あるんじゃないかななんてそんな気持ちもねあるんで、まあ、笑顔とかね、まあ、上機嫌でいるっていうことがね、まあ、今自分のね置かれてるそんなね状況すごくね変化を与えてくれたのかななんてそんなことを思っております。まあなのでねなかなか上機嫌にねなれる状況じゃないって人はねこの森のくまさんとスキップこのね2つをね、まあ、やってみる、まあ、まずはね表情とかね、まあ、言葉もねすごくね重要なんですけど、まあ、それプラス上機嫌でいるっていうのは森のくまさんとスキップそれをねやるっていうそんなねことで、まあ、上機嫌にね自然とねなれるんじゃないかななんてそんな風にね思いましたので、今日ねその桜庭つゆきさんのね話をねちょっと、ね、紹介しました。また概要欄のところにそのね URL 貼っときますので、ね、ぜひねその動画もね見てもらえると、まあ、いいかななんてそんな風に思います。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。